もうこのフラフィーカールミストはとにかく手触りが良くて、ずっと手触りが良い状態で長続きするので、いつまでもお客様の髪を触っていたくなってしまうような、こうベールが1枚ふわっとかかったような質感になるところが一番気に入っています。どうしてもやっぱ質感がセットローションとかをつけると硬くなったり重くなったりしてたと思うんですね。フラッフィーカールミストは本当にあの柔らかく軽やかで、なおかつ持ちがいいっていう、あの今まででありそうでなかった、商品だなっていうのをすごく今体感してます。まずあの熱ケアができるということで、ダメージにすごく対応しているので、ぜひいろんな方に使っていただきたいなと思います。ショートの方でも少し毛先をカーラーするとか、アイロンで巻くとか、そういった方にももちろんいいですし、まあ、なんといってもいろんなパーマーだとかカラーとかでダメージをされてきてしまっているセミロングやロングのお客様にぜひ使っていただきたいなと思います。あの本当にあの柔らかい方、硬い方、あの実はこう髪質を選ばないでボリュームを出したい場所とか、あの柔らかくしたい毛の質の部分のところとか、その場所につけることによって、あの本当にこう奇跡的なあのボリューム感が出たりとか、本当にこう持ちがなかなかあの髪が細くてっていうのはすぐあのカールが取れちゃうっていう方なんかも、あのそういうカール感っていうのが持続できる、商品だと思いますので、髪の悩みと逆にあのこういう髪質になりたいっていう希望を叶えられる商品だと思いますので、そういう方にぜひ使っていただきたいなというふうに思います。日本人の人すごく多いと思うんですけれども、結構重めにカットされていて毛先が割と厚みの残っているセミロングやロングの方っていうのは、やっぱり巻いた後の手触りがとにかく大切だと思うので、この商品を使っていただければかなり安心して毎日巻いていただけるかと思いますので、一番おすすめです。今まであの私自身が一番伝えたいことっていうのが、あの美容室で綺麗になるのは当たり前、それを叶えられるあのものとことって何かっていうのを、まあ、私も追求してきてるんですけども、ぜひ自信を持ってですね、あの美容師さんたちは明日から美容室に来た日ではなくて、明日からあの本当に自分でこれさえ使えばあの毎日美しいヘアスタイルを自分で楽しめますよっていうのを自信を持って勧められる商品があのやっとできたというふうに思ってますので、自信を持ってぜひ勧めていただきたいと思います。